いやー、やっぱり合体技はロマンがあるなー。レイムの意見には大賛成だぜ。合体技は魅力がいっぱいあるよな。あら、聞いてたのねマリサ。そうそう、合体技ってそれぞれのキャラクターの個性や魅力が合わさって掛け算のようにかっこよさが膨れ上がるのよね。そうそう、中でも私の好きな筋肉マンのタップ技はかっこよくてな。そうなの、私筋肉マンは詳しくなくて、タップ技も知らないのよ。マジかよ、筋肉マンの世界は合体技の見本市と言ってもいいくらいなんだぜ。知らなかった。ねえねえ、私にも筋肉マンのタップ技を教えてちょうだいよ。任せろ。じゃあ今回は筋肉マンの強すぎたぶっ壊れ最強タップ技トップ7を紹介するぜ。ただ順位は完全に私の独断と偏見だ。異論はコメントでどしどし募集しているからな。それでは早速。への突っ張りはいらんですよ。最初に紹介するのはロングホーントレインだぜ。ロングホーントレインはバッファローマン、モンゴルマンによるタップチーム。2000万パワーズのタップ技だな。ロングホーントレイン、どんな技なの？この技はモンゴルマンがバッファローマンを背中合わせに担ぎ、そのまま相手に突進していく非常にシンプルな技だ。まあ要は、二人がかりで行うハリケーンミキサーだな。結果ついだだけ、正直あまり強そうに見えないけど。いやいや、侮るなかれ、当たった相手はリングに吹っ飛んでいくほどの高威力なんだぜ。しかも本来のハリケーンミキサーは技の威力こそ高いが、バッファローマンが前かがみの姿勢で突進するためか作中ではかわされてしまったり、クリーンヒットせずかすめるだけのことがかなり多いんだ。そっか、前かがみだと前がよく見えないものね。それに対しロングホーントレインは突進しながら下にいるパートナーが、細やかに軌道修正が行えるため命中精度が抜群に高くなっているんだ。なるほど、最初に聞いた時は担ぐ意味あるって思ったけど、二人がかりで行うことで命中率を高めていたのね。そういうことだな。ただこの技はもともとモーストデンジャラスコンビとの対戦前に、突如乱入した殺人遊戯コンビの強技地獄のねじ回しに対抗するため、モンゴルマンが負傷したバッファローマンを担ぎ突進することで偶然生み出された技なんだ。そうなの、たまたま生まれたんだ。そのせいか、その後のヘルミッショネルズ戦ではうまく決まらず、逆にネプチューンマンのスライディングでモンゴルマンが足をすくわれた上に、マグネットパワーで引き離され、逆に磁気嵐クラッシュで衝突させられ敗北してしまうんだ。このように他のタップ技に比べ弱点も多いことから今回は7位にさせてもらったぜ。なるほど、確かに使いどころが難しそうな技ね。ただ後に行われたパーフェクトラージナンバーズとの戦いでは、バッファローマンがスプリングマンとのタップ、ディアボロズを再結成した際、久々にロングホーントレインを炸裂、ボロボロの体になりながら親友であるステカセキングの仇討ちを果たしたぜ。そんなことが、悪魔にだって友情はあるんだ。続いて第6位は地獄のコンビネーションシリーズだぜ。地獄のコンビネーションシリーズ。この技は悪魔6騎士のアシュラマンとサンシャインのはぐれ悪魔超人コンビのタップチームだ。筋肉マン2世に登場するアシュラマンとボルトマンによる、ザ・デモリッションズのタップチームのタップ技だな。ふむふむ、シリーズってことは種類があるのかしら。その通りだ、地獄のコンビネーションシリーズはパート1からパートオメガまであり、それぞれ強烈なコンビネーション技になっている。中でもパートファイナル竜巻砂塵地獄ははぐれ悪魔超人コンビの最後のタップ技で、アシュラマンの竜巻地獄を砂礫状になったサンシャインに乗せ、竜巻に閉じ込めた相手を砂礫でズタズタに切り裂くという恐ろしい技だ。ズタズタにするの、悪魔超人らしいわね。またこの技以外にもパート2スカルキャスタネッツでは、一人の相手の頭部側面に同時にドロップキックしたり、パート4アシュラ火力弾ではサンシャインの呪いのローラーにアシュラマンが入り込み、最大限のスピードで回転する呪いのローラーのパワーで相手めがけて、頭から飛んでいったりするなど、地獄のコンビネーションはどれも強力な技ばかりだぜ。恐ろしいや、でもそれと同時にこのコンビはいつ見てもかっこいいわね。お次は第5位、夢の超人タップ編に参戦したブラックホールとザ・ペンタゴンのタップチーム。4次元殺法コンビが繰り出すタップ技、4次元交差だぜ。4次元交差。この技は相手をパイルドライバーに捉え、ブリッジで構えたブラックホールの顔面に放り込んでしまうという、まさに彼らにしかできないタップ技なんだ。顔面に放り込むの？そうだ、なんせブラックホールの穴は全てを飲み込む思考のブラックホールへの入り口だからな。入ったら最後、死を覚悟する必要があるぜ。これによって作中最強とも言われている筋肉マングレートが葬られてしまったからな。シンプルながらも凶悪なタップ技だぜ。誰がどう見ても強力な技よね。ちなみに4次元交差を生かしたタップ技として、ゲーム筋肉マンジェネレーションズのオリジナル技、フュージョン 4D が存在するぜ。こちらはブラックホールが相手を幻惑し、敵タップを同士打ちさせる。その隙に空を飛んでいたペンタゴンが空中から急降下して相手の一人を捉え、4次元交差でブラックホールの顔の穴に放り込むんだ。ほほう、それで。その後相手の残った方がペンタゴンを捉えるが、クロノスチェンジで切り返して、同じようにブラックホールの顔の穴に放り込む。その後ブラックホールが顔から相手の超人を射出し、それぞれをペンタゴンとブラックホールが、空中で逆さまの体勢に捉え、脳天からリングに叩きつけるという技だな。彼らの特性と技を組み合わせ、大ダメージを与える最強クラスのタップ技だぜ。かっこいい。4次元殺法コンビは強さだけじゃなく謎の魅力があるわね。お次の第4位はクロスボンバーだ。クロスボンバーは夢の超人タップ編で圧倒的な強さを誇っていたネプチューンマンと、ビッグザブドウが組んだヘルミッショネルズのタップ技だぜ。うわぁ、どっちも強そうなキャラクターね。クロスボンバーはどんな技なの？この技は1人の人物に対して2人がかりでラリアットを両サイドからかけるんだ。これによって相手のマスクを刈り取りながら致命傷を与えることができるぜ。ただラリアットを同時に決めるだけなの？それなら私たちだってできるわよ。いやいや、彼らはそれぞれの腕にマグネットパワープラスとマイナスを宿しているんだ。これらが引き合う磁力によってラリアットすることで破壊的な威力を発揮するんだよ。しかもこの技はあまりに威力が高すぎるため、力をセーブしないとマスクだけでなく首ごと切断してしまうんだ。首ごと、とんでもない破壊力じゃない。恐ろしいよな。ちなみに後にネプチューンマンは運命の豪雨事変では筋肉マンと、巌流島コンビを組んだ際は、このクロスボンバーや応用技として、二人同時に円髄斬りを浴びせるクロス円髄を編み出しているな。クロス円髄、なんて凶悪なパワーワードなのかしら。続いて第3位はナパームコンビネゾンだ。ナパームコンビネゾン。これは超人血盟軍の大将の筋肉マンソルジャーこと筋肉マンの兄のアタルと、同じ志を持つブロッケンジュニアのタップ、フルメタルジャケッツが繰り出すタップ技だな。ナパームストレッチの体勢を取ったソルジャーにブロッケンが下から前後逆に組みつき、二人で激しい回転を与えるんだ。回転を与えるだけ、そんな技が超人に通用するの？もちろんだぜ。なんせこの回転は受け手が方向感覚を失調して抵抗能力をなくし、さらに外部からのカットさえ弾いてしまうほど凄まじい威力を誇るんだ。これを食らった敵の胸には A と B の2文字が刻まれ、マットに沈むこととなるんだぜ。胸に文字が、ゆで卵先生らしい技ね。また着地点を鉄柱とすることで威力を大幅に増すことができる。作中ではとんでもないタフネスを誇ったマリキータマンを一撃で KO に追い込んでみせたぜ。えぐい、これは超人も KO されるわね。なんとも恐ろしい技だぜ。いよいよ第2位の紹介だ。第2位にランクインしたのはマッスルドッキングだぜ。出た、筋肉マンの必殺技ね。そうだ、マッスルドッキングは筋肉マンとテリーマンのザ・マシンガンズと、筋肉マンと筋肉マングレートのマッスルブラザーズが使用したタップ技だぜ。この技は相手の2人にそれぞれ筋肉バスターと筋肉ドライバーを仕掛け、筋肉ドライバーに筋肉バスターが肩車する形で空中合体し着地するものだ。筋肉マンの2つの技を掛け合わせたタップ技ってことね。強そうだわ。しかも威力はそれぞれの技の10倍と言われ、筋肉マンはこの技で4次元殺法コンビや、ヘルミッショネルズ、はぐれ悪魔超人コンビといった競合を次々と撃破していったんだ。筋肉マンは今まで200巻以上販売されているが、この技は筋肉マンの夢の超人タップ編で初披露をしてから現在に至るまで、作品の中で最強のタップ技と呼ばれているぜ。おお、作中で言われているなら間違いなく最強の技じゃない。あれ、それなのに1位じゃなくて2位なの？そうだ、間違いなく賛否分かれるだろうが、私が1位に選んだのはこのタップ技だぜ。見事私的最強タップ技ランキング1位に選んだのは、ゴッドブレスリベンジャーだぜ。ゴッドブレスリベンジャー、名前からして強そうだわ。ゴッドブレスリベンジャーは運命のご王子の一人でもあるフェニックスが、もう一人の運命のご王子でもある筋肉マンビッグボディとタッグを組んだ。最強タッグチーム、ゴッドセレクテッドが繰り出したタッグ技だ。運命のご王子のコンビが繰り出す技ですって。そうだ、そんな最強タッグが生み出したこの技は、フェニックスの最大の必殺技、マッスルリベンジャーと、ビッグボディの最大の必殺技、メイプルリーフクラッチが一緒になった必殺技になっているんだ。その破壊力はまさに作中最強クラス、あの長身イデアマンと、ザ・ノトーリアスの最強タッグ、マイティ・ハーキュリーズを破った伝説の技なんだぜ。うおお、名前も見た目もかっこよすぎるわね。そうだろ、この技は一度だけしか披露されていないが、そのイカれたかっこよさと強さから高い人気を誇るタップ技だぜ。なんだか感動するわね。だけどどうしてこの技がマッスルドッキングを下して1位なの？それはな、ゴッドブレスリベンジャーはマッスルドッキングと並び、最強のタップ技と呼ばれているんだが、マッスルドッキングと違い、ゴッドブレスリベンジャーは今のところ一度も破られてはいないんだよ。一度もって、そりゃ一回しか使ってないんだからそうでしょ。まあそうなんだけどな、それでもその一度が理性の神と狂気の神という、作中屈指の最強のタッグだったことを考えると、やはり最強の技は、ゴッドブレスリベンジャーだったんじゃないかと思うんだよ。しかも成功率だけじゃなく、性能面でもマッスルドッキングを超えているんだ。一体どういうこと？というのも実は、マッスルドッキングって上と下の間が少し合体をするときに隙間があるため、回避されることがちょくちょくあるんだ。そうなの、そっか、だからマッスルドッキングの成功率は 100% じゃないのね。そういうことだ。しかしゴッドブレスリベンジャーはビッグボディが、首を完全に固定しているため、回避されることはほぼありえない技になっているんだよ。そうした技の完成度から見ても、ゴッドブレスリベンジャーが最強だと言えるんだぜ。なるほど、どちらが正解とかはないでしょうけど、マリサの熱意は伝わったわ。よかったぜ。以上が強すぎたぶっ壊れ最強タッグ技トップ7だ。では今回の動画はこれで以上だな。他にも、このタッグ技は強烈だった。そんな意見があればぜひコメント欄で教えてほしいんだぜ。この動画がいいと思えば高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。